はい、皆さん、こんにちは。今日ですね、いろいろとですね、葉巻じゃねえや、手巻きタバコ、買ってまいりまして、はい。ね。ね、ゴールデンバージニア。これ25グラムね、600円ぐらい。そして、コルツバニラ。ね。そして、カプチーノ。も買ってまいりました。まあ、順番にちょっと試していきましょう。そして、今日買ったのが、ジグザグの、スローバーニングのブルーですね。うん。ブルーの、紙。そして、あと、ジグザグの、ローラー、買ってしまいました。ね、ローラーはね、何個か持ってるんですが、ちょっと、ね、気になったんで、ジグザグの、を買ってみました。まあ、何か変わるとかいう問題でもないと思うんですが。そしてあとですね、こちら。ヒュミドール。まあ、いわゆる加湿剤。4つ、130円のやつね。4つ買いました。うん。まあ、こんなとこでしょうか。ね。ジグザグ。ローリングマシーン。買ってみました。どうだろう。まあちょっとね。とりあえずカプチーノからね。あと、チェのブラックも買いましたね。はい。これもちょっと後で吸っていきたいと思います。で、なんか、買ったらですね、ジョーカーのカオス1本サンプル品もらいました。まあもう、吸いましたからね。これはまあいいでしょう。まああとは、その店で、ジャルムスーパー、ね。ジャルムスーパー。410円。なかなか売ってないんで、ね、買いました。ジグザグ。ジグザグの、どうだろう。いい感じだったらいいんだけど。使いやすそう。あ、でも結構あれだな。感覚的には、どうでしょう。透明なんで、側が透明なんでね。なんか良さそう。じゃあ、とりあえずは、カプチーノ吸っていこうかな。カプチーノでございます。こちらは、その名の通り。イタリアンコーヒー、カプチーノの深い味わいと香りのタバコです。ちょっとミルキーな感じが甘さを強調しています。手巻き用のタバコですが、パイプ喫煙も可能です。だそうです。ということです。カプチーノ。ね。カプチーノに関しては、値段1000円ぐらいだったかな。忘れましたけどね。まあ、吸っていきたいと思います。まあ、本当はね、今更ながら、あれが欲しかったんですよ。マニ島の金、ゴールド。で、あれがね、どうやら、終売らしくてですね。うん。で、行ったんですけど、もうだいぶ昔にもう、ね、終売になってるみたいでした。なので、もう、無理でした。あ、すげえ。コーヒーっていうかなんか、コーヒーなのかこれ。なんか、コーヒーかこれ。なんかどっかで嗅いだことのあるような香りがするな。なんだろうこれ。ちょっと吸っていきましょうかね。あ、これペーパーはついてないんだ。あ、これペーパーついてないんですね。それでは、それでは。巻いていきましょう。
結構スムーズに巻ける感じかな。そしてジグザグのブルースローバーニングということでね、ね、いいかなと思ったんで、最近ちょっとこの手巻きにね、ハマってまして、いろいろ、まだ吸ってないのいっぱいありますからね。あ、でもジグザグいいかも、これ。巻きやすい。うん。うん。じゃあ、吸っていきまーす。関係ないですけど、先ほどエヴァの、Q 見ました。感想として意味がわからなかったね。うん。ああ。うん。あ、確かにちょっと苦いような香りが。うん。しますね。ああ。ちょっと、ああ、確かにコクっぽい。コクがある香りが。うん。うん。あ、ほろ苦い。ほろ苦いですね。あ、これ結構美味しいわ。うん。うん。うん、ほろ苦い。うん。なかなかこう、なんか、うん。まあ、コーヒー、うん。まあ、コーヒーなのかな。ただ、カプチーノって甘いっていうイメージがあるんですけど、全然甘くないですね。うん。普通に。苦い、なんか、黒タバコっぽい、ような。うん。味が。しますが、うん、まあこれはいいんじゃない？こういうので、うん、カプチーノ、ブラックっぽい、ブラックコーヒーみたいな。でもあれだね。マニ島の菌がなくなったのはちょっと、今は吸ったことなかったんでね、ちょっと吸ってみたかったですね。で、その代わりアパッチのゴールドっていうのが出たみたいで。うん。まあ。ね。わかんないですけど。味が似てんのかどうかも知らないですけど。店の人に聞いたら、ね。なかなか美味しいよって言ってました。
まあね、ちょっとあと買いたかったのが、まあ個人的には、エクセレントマンゴー。これが2ちゃんのスレだとね、すごいうまいという話が。うん。ありまして。うん。うん。まああったんで、ちょっと買おうかなと思ったんですけど。あとはドラム。ドラムも買ってみたいですね。これね。メジャー。あとアメスピもね、ちょっと吸ってみたいな。あとハーベストのバニラも吸ってみたいですね。こう見るといろいろ、吸ってみたいのが。ありますか。マニ島はね、無添加だったんで、なんか、聞いたらなんで廃盤になったかっていうと、結局、無添加タバコだったので、結果として、カビとかが生えてしまい、それでなんかね、うんたらかんたらと言ってました。うん。ね。まあ結局、それでカビが生えてクレームがなんたらかんたらとかね。うん。いう話だったらしくて。美味しい。うん。うん。今までのタバコとは違って、これはやっぱり。ほろ苦さがあるから、なんか、コーヒーと合うというより、コーヒーまあ、かなりコーヒーの味しますからね。うん、コーヒーに合うのは間違いないかと思われます。なんかね、ヒュミドールもね、ちょっとね、500円のやつ買おうかなと思ったんですけど、いっかみたいな感じで。まあ、いいかなと思って。あと、ローラーがね、ちょっとギゼのね、ローラーもちょっと気になってたんですけど。まあ、俺が前買った、なんだ。アズテックミニマキシっていうやつね。あれね、なんかね、スイッチみたいなんで、こう、カチッカチッってやって、細巻きとかって変えられるみたいなんですけど、なんか、こう、回転させるときに、どうにもなんか、違和感があるんで。あれ。うん。まあネットで買ったんですけど、あまりよろしくなくて。
これ結構美味しいですね。まあ、とりあえず、四つ星ということで、カプチーノ 40g で、950円だったっけ。ね。ということで、ご視聴ありがとうございました。